北川さん、早く。五条くん、やばい。どうよ、いい感じじゃない？見えてますよ、隠してください。っていうか、今日付き合ってくれたお礼しなきゃな、みたいな。もっとエロいやつのが良かった？からかわないでください。声でか。五条くん、マジでいらなかったの？全然おごるのに。はい、大丈夫です。じゃ、いただきます。今、こいつめっちゃ食うなって思った？思ってません。顔思ってんじゃん。別にこれぐらいじゃ出分ないし、サイズも変わんないから平気、平気だし。思ってません、本当に思ってません。あと私、米食べないとお腹膨れない人だし、そういうことだから。はい、わかりました。